レンガ通りレンガ通りは、福島県福島市の本町、大町を東西に横切る市道、本町、上町線の約280メートルの区間である。西は、パセオ470、東は、県庁通りで区切られる。欧州街道福島塾の道である。車道は、西から東への一方通行一車線。歩道が広く、ブロンズ像、ベンチなどが設置されたコミュニティ道路である。 銀行、保険会社、証券会社などが軒を連ね、福島のウォール街とも呼ばれる。福島県庁に近く、官報を扱う書店もある。かつて路面電車が走っていたことから、歩道に路面電車をあしらったタイルがある。レンガ通り周辺の欧州街道、福島塾外略図欧州街道は、指導中町、小山町線を柳町から本町まで北上。 右折してレンガ通りに入り、県庁通りを北上、東に折れて、テルサ通りを経て、旧電車通りを北東へ抜ける。レンガ通りを含む欧州街道の本町から豊田町まで東西軸は、明治期に大町通り、昭和期に電車通りと呼ばれていた。柳町から本町までの南北軸の故障は、柳町通りだった。江戸時代、本町に位置するレンガ通り西端は、 四つ角ではなかった。パセオ470の北につながる道と、西の駅前通りは明治以降の整備である。この曲がり角の西と北には、福島三本陣のうちの二つがあった。この付近は、経済の中心として、この四土地を制する者は、福島を制すると言われた一等地である。交差点の南東の角には、小売店の集合である、観光場が年に作られ、 1910年に福島商業館と改称してデパートメントストア形式で運営された。交差点北西には市の公的機関と商店が入る鉄筋コンクリート3階建ての福島ビルジングが1927年に建設された。福島城を大手門につながっていた県庁通りと欧州街道が交わるレンガ通りの東の橋は交通の要衝だった。この付近には 江戸時代に考察場、明治時代に理定原表、万世王子起点、大正時代に道路原表が設置された。また、通りの南側に1973年まで中号福島店があった。日本銀行福島支店福島市道路原表土木、遺産、万世王子プレート西から東の順に記載。ありがとうございます。